下が良かったな。皆様こんにちは。本日はようこそアドベンチャーワークでお越しくださいました。それではただいまからこちら海鮮館円形天井にあきまして北極熊の食事代を行います。お時間となりましたらぜひ最後までお付き合いください。それではまずはじめに現在アドベンチャーワークに暮らしています北極熊たちからご紹介いたしましょう。現在アドベンチャーワールドには合計で3頭の北極熊が暮らしております。また1階のお客様から向かいましてこちら左側の天井を先にゆっくりとプールの中に入っていきましたのが25歳大人のメスの北極熊です。こちらの北極熊は2歳の頃海外の動物園からこちらアドベンチャーワールドへとやってきました。やってきた当初は2歳ということもあり、まだ体つきも小さくもありましたが、現在ではその体重も100キロを超え、大きく成長いたしました。そして1階のお客様から向かいまして、こちら右側の天使を、ただいま陸上にいますのが、3歳の子供のオスの北極熊です。こちら、アドベンチャーワールドで誕生いたしました。生まれた当初は 726g と大人の両手ひらの上に乗ってしまうほどではありましたが、現在ではその体重も 215kg に達し、こちらも大きく成長いたしました。そして最後の1頭があったら今お客様の前に姿を現していないのですが、今私がいます下の寝室に暮らしていますのが大阪の動物園からこちらアドベンチャーワールドに繁殖の目的にやってきました12歳大人のオスの北極熊です。ただいまご紹介いたしました大人のオスの北極熊、体重は約300キロあります。300キロと聞きますと大きいなと感じられるお客様もいらっしゃるかもしれませんが、実は野生の北極熊で大きいものですとなんと約700キロになるものもいますので、実はまだ小さいものなんです。そして先ほどから元気よくプールへと飛び込んでいますこちら3歳の子供のオスの北極熊。